こんにちは。6月の9日、えー、木曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、今、まあ、ほぼほぼ17時に今なったところでございますね。えー、東京市場終了というところでございますが、えー、さて、で、今ちょっとこの東京市場終了というふうにして申し上げましたので、ちょっと東京市場の動きだけ、ちょっと簡単にご案内させていただこうかと思いますが、えー、さて、こちらちょっとご覧になっていただければと思います。本日の日経平均株価と、 ドル円相場でございますけれども、ドル円相場の方はだいたい106円台の90からですね、60ぐらいのところ、90、60、じりじりとちょっと上値が重かったというところでしょうか。で、ドル円、日経平均株価の方も750円から600円というところ。まあちょっと方向、所在投げという、まあ、ちょっとなかったのかなというところだと思います。で、やはりチャイニーズ税お休みというところも影響あったのかもしれませんね。中国の、えー、こちらの方は確か消費物価指数と生産物価指数だったかと思います。あまあ間違いないですね、その数字が。 発表されたんですけどもゴードル円の方もですねあんまり大きな反応を示さなかったとで中国今単語節でお休みというところで東京も目新しい材料がなかったのかなというところだったかと思いますでただしですねこれちょっと昨日の材,材料なんですけども私はちょっと注目いたしましたのはこちらでございます、えー、資源エネルギー庁が発表しておりますこちらちょっとご覧になっていただければと思いますが経済産業庁の、えー、産業省の資源、えー、エネルギー庁、えー、店頭レギュラーガソリンのこれデータなんですけどもねご覧になっていただ できればと思います。こちら出てますね。13週連続値上がりというところでございます。で、まあこの辺えー、まあ、これちょっと国内と海外の動向というのは全くまあ、全くというか、基本的にちょっと違うものでございますけども、先週の？ あくまでもこれ先週でございますけれども、アメリカの石油在庫統計、減少していて昨晩発表されたまたまた石油在庫統計も大幅に減少と、でナイジェリアの方でですねこれ優先まあ、えーまあ、そうした、えー、採掘場ってんでしょうかね、えー、爆破というところでは、ちょっと需給とお需要、まあ、需給の方がちょっと引き締まった分だけ原油価格が上昇、1バレル51ドル台までぐっと上がったというところでございましたので、まあ、そうしたところではですね これからちょっとご覧になっていただこうかと思いますが、えー、日銀の黒田総裁が以前から指摘なされていた、まあ、デフレ圧力に加わる、まあ、石油の下落だとか、まあ、エネルギー支援の下落というのが少し払拭されてきたのかなというところでの今、有告になったというところでございます。さて、そこで、え、今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。 はい。えー、ガソリン価格は上がってますけど、株と為替はというとこです。で、本日の日経平均、えー、採用銘柄、えー、値上がり率ベスト5は、ほぼほぼエネルギー、資源関連に、えー、関連する銘柄が物色されたというとこなんですが、こちらの方でちょっとご案内させていただこうかと思いますのは、ニューヨークの原油価格と、 えー、相関係数、統計学的な相関係数を見る限り、トレンド的にはあまり影響ないね、とこういうところではございますが、その時その時にですね、えー、まあ悪い材料、リスクオフというような形ですぐに、えー、原油の下落だとか、 もしくは上昇だというところに反応すると。まあいいとこ好きの、まあ都合のいい材料でいつも原油の上昇というのが取り出されているというところが大きなポイントなのかなというふうにしてみております。で、ちなみにでございますが、現在有国。 ドル円相場の方が106円の30銭台まで下がってきたと。で、ユーロ円の方もですね、ぐぐっと下がってきておりまして、121円台を脅かすような動きになってきております。じゃあこの辺のリスクオフの動き、何をもってして急に、そうした材料になったのかというところかと思いますが、そこで今回のちょっと売買シナリオの方に移りたいと思います。 はい、えー、今回の売買シナリオは、ユーロ円というところでございますが、実はですね、16時過ぎだったでしょうか、えー、ドラギ ECB 総裁、まあ、えー、ご発言なさいました。えー、構造改革の遅れ、えー、によるコストがあまりにも高いと、まあ、改革による、まあ、これ金融政策の改革も全てだと思いますが、えー、そうしたところのコストが高いというところで、やはり、景況感の回復にはちょっと時間がかかるんじゃないかというような見方が強まって、えー まずは、ドイツ国債の、これ10年債金利なんですけども、0.04%割れて、ぐっとですね、債券価格、ま、債券買われて、金利がぐわっと下がって、ユーロを全般的に圧迫したというところが、先ほど、宣告でございます。有国に強まりました。で、ユーロ円も下落で、ドル円の方もリスクオフというような形で、円買い戻し圧力。ま、ちょっとこれは仕掛け的な動きかと思いますが、えリキアのエフェクス道場、ブログなどでもご案内しておりますが、106円台の前半。 えー、今週の月曜日でございました、浅川財務官、そして、えー、菅官房長官、えー、それぞれ、えー、県政発言をしていたというところをですね、ちょっと私はどうしても忘れられないんですが、それと、ちょっと、 と距離を置いてユーロ円の下攻めとこういうところがどの程度までドル円に影響するのか。で、今回の売買シナリオでございますが、やはりですね、まあ、ユーロに関してはブリグジット問題もございますので、ちょっと慎重な姿勢を見たいというところで、ちょっとこのストラテジー、売買シナリオ、よーくご覧になっていただければと思いますが、ポイントとしては下、ね、下値 え、120円の80銭水準かなというふうにして見ております。え、直近の最安値券でございますが、ここの水準をぐっと下抜けていくとちょっと怖いというところはございます。加速していく可能性ございますので、かなりコンサバティブでございますが、今回は120円。 120円の80から121円の60銭というストラ、えー、レンジ感を持っておりますが、120円水準で新規買い、え、まあ、要は様子見というところで、今夜でございますが、アジア欧州会議、えー、財務省会合で、えー、多数の欧州の要人が発言する予定になっておりますので、どのようなことを言うのか、えー、正直、まあ、当然でございますが、わかりませんので、 えー、じゃあ、なんで120円のちょうど水準で待つのかというと、えー、月足の一目均衡表の雲の加減が119円の90銭水準にございます。さすがにこの水準は割れないだろうというところではありますが、絶対ということがございませんので、この水準で買い待ちというところ。そして、えー、その次に改めてでございますが、円売り圧力が強まった時に有料円がどの程度まで戻っていくのか、えー、そうした、そうした動きをですね、ちょっと期待を持ってして、今回は、 かなり慎重でございます。ドラギー CB 総裁のいつも泣かされた市場参加者も多いかとは思いますが、今回はですね、ギリシャの財務大臣なども出ております。まあ、基本的には私はあんまりですね、もうこれも経験に言えませんが、ダメだこりゃというふうにして言うわけはないとは思っているんですが、市場の捉え方によってはユーロ。 でえー、6月の23日の英国国民、えー、投票、えー。こちらの方も控えておりますので、やはりちょっと慎重な姿勢は取らざるを得ないのかなというところで、今回はかなり慎重でございます。ちょっと、えー、繰り返しになりますが、えー、120円の80銭から121円の60銭まで、えー、予想レンジ見ておりますが、丸の80割れる可能性もあるということで、120円のちょうど水準。ここで買い待ちというところのシナリオでございます。 さて、そしてもう一つ、えー、日経225の方でございますが、こちらの方もですね、円高、ドル安円高にちょっと押されて、16,500円台前半まで下がってきているような状態ではございますが、明日の S q を期待しつつも明日の S q に警戒感というところで16,500円。 この辺ちょうど水準、ぴったしの水準で、今回は新規買い待ちというところでございます。えー、そして反転期待で16,750円での決済売り。えー、そして損切りでございますが直近の最安値。 まあ冷やしボリンジャーのマイナス2シグマの水準もちょっと割れて、さらには、16,260円水準もちょっと割れてというところになった時に、まあ要は今月の安値券でございますが、この水準割れた時には一旦仕切るというところで16,250円で損切りと、えー、250円リスクの250円リターンと、 同じ値幅で、えー、今回はシナリオを考えてみましたが、こちらのもどちらかというと、まあ今の水準ですとちょっと買い待ちという形にならないのかもしれませんが、えー、このお、どの程度まで上値戻しができるのか、そしてポイントは1点ですね。明日やはり SQ があるというところでございますので、どちらかというと850円水準まで戻るというふうにしてレンジ間では見ていますが、利益確定が出るときにはもう、ささっと逃げると、いうところ。でも、おそらくでございますが、16,500円水準、まあオプションのところの水準、 水準も含めてでございますが。今年は押し目で買いたいという向きもいるかと思います。えー、そして日足の一目金行表などでのおテクニカル的な水準もですね1 6500円前半水準に集中しているというところで今回はこの水準で買い待ちというところでの売買シナリオでございます。はいえー、改めてでございますが欧州勢がどういった動きをするのかそしてまたえー、まあちょっとヨーロッパ あの株式市場の難聴性がちょっと気になるところでございますのでニューヨーク株式市場もこれに圧迫されるのかどうか、えー、今夜はです、ね、東京市場がなぎだった分だけです、ね、ちょっとボラタイルな値動きには警戒をしておく必要性があるというところが改めて、えー、これご認識していただく、えー、6月の9日だというふうにして思います、えー、以上、えー、株と為替の売買シナリオをご案内させていただきました